イタリアの品種のナスなんやって。お、すっごいなんか綺麗。チキンラーメンみたいな。1本40円やったから買っちゃった。ゼブラナス。ゼブラナス、これ衝撃やったよな。一回素通りしてスーパーから出て、うん、やっぱゼブラナスちょっと買いに戻ったやつな。イタリアの品種のナスなんやって。これイタリアから送られてきたやつよね。違うよ、群馬の農家さんが作ってるゼブラナス、国産ゼブラナス。1センチ幅ぐらいの広さかな。あ、でも普通の、うん、焼いたらトロッとするらしいよ。ほんともう見た目だけがじゃあゼブラからってことやん。そう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 、皮がちょっと固めらしいけどね。ちょっと水につけてアク抜きしとくわ。今日はシンプルに焼いてみたい。ニンニクで焼こう。めっちゃ美味しそう。ステーキ的な。ステーキ的に食べてみよう。キャベツ。キャベツ今日もスープ。ちょっと太めの千切り、細切り、ちょっと多いな。まあでも火入れたらね、うん、なくなるもんね。なくなりはせん。ちょっとしんなりするまで蓋するわ。きゅうり。きゅうり1本40円やったから買っちゃった。嬉しい。でもやっぱちょっと高いな。高い。久々のきゅうり何がいい？リボンにする？乱切り？めっちゃ悩んでくれ。じゃあ乱切りでいこうか。お久しぶりです。やっぱ全然違うな、他の野菜と比べて。そう、なんか輝きが全然違うよね。じゃあ今日はごま油、塩昆布、オッケー、完成。スープの続きしよう。うわ、今日はコンソメ。すごいいいリズムよ今日。嘘、すごいなんかテンポがいいよなんか。ちょっとお塩、胡椒、味付けはこれで OK。 卵。卵、これだけじゃなかったの？うん、グツグツさせまして、このまま割り入れる。一個ずつ。すごい、なんかチキンラーメンみたいな。ポケットあるな。何言ってんねん。でこれで蓋して蒸らしとこう。スープ完成。お茄子焼いていこう。オリーブオイル。じゃあニンニクスライス、これをカリカリにしたい。わあいいね、カリッカリにして上に乗せるんやこれ。そう、うまくできるかな。わあ喜んでる。タプ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 。あったかいな。熱いやろ。揚げるタイミング難しいよな。そうそう、今じゃない、もうこの辺じゃない。今火止めるわ。慌ててる。あ、わいい感じこれ。慌ててることだけはすごいわかるわ。ちょっと色合いがバラバラやけども。いやいやいや、美味しそうよ。じゃあゼブラナス焼いていこう。これが全部焼けるかどうかよね、一気に。はいはい、はい、あ、いけるいける。あ、全部いけそうよ。無理や。余裕で無理やった。余裕で無理やった。あ、これやっぱはっきりしてるからこれ綺麗やね。うん、キリンって英語なんて出してる。シラ。シラ賢いね。カバは？ヒポポタムス。おお。ゾウは？ゾウ。ドッグ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 。そこじゃない。ん？そこじゃないよ。間違いは。あ、今日初めて笑った。そんなことない。どうなってる？おお。まあ、ナス焼いたっていう感じよな。いや、そんなことない。やっぱ火通すとな、ゼブラ柄がこう薄くなっちゃうんやって。そうでもないか。あ、確かに。でも普通にこれナスってことやろ。あ、そう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 、ナスでもできるってことよね。うん、味はそんな変わらんはず。お、すっごいなんか綺麗。すっごい綺麗だね。ふわっとしてきた。次のナス焼こう。おお、美味しそう。油のとこはトロトロっぽいな。塩で美味しそう。ナス焼けた。すごいふわふわしてそうじゃないこれ。なあ、美味しそう。じゃあタレ作ろう。おおほほ、すぐ蒸発。あ、お酒大さじ1。あかん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 。みりん、
大さじ1/2、醤油大さじ2/3。すごい、なんかいいグラデーション、甲羅の組みたいな感じじゃん。で、お砂糖ちょっと。で、ナス入れちゃおう。ここにちょっと迷ってるけど、今日の料理、うん、わぁ、美味しそう。ちょっと染み込んだ。ほぼステーキやね。そうかな。いや、これびっくりドンキーとかで出てきたら間違えちゃうもん。ステーキでこれが出てきても不安、うん、俺。いや、言うた方がいいよ、ゼブラ柄なんやから。あ、どうなったゼブラ柄。うっすら残ってるね。うっすら残ってるわ。でも気づかんな、もう。うん、はい。わぁ、美味しそう。その左手をクイッて巻き込んでるのがいいね、うん。巻き込みすぎよ、フリスビー投げるよ、もう。完成。で、さっきのニンニクを乗せておこう。わ、美味しそう。なんか洋風なんか和風なんかわからなくなっちゃった。いや、でも洋風か和風かわからんのは、でも最初のナスの前にカタカナがついてる時点でさ、うん、そっか、ちょっと怪しかったよな。全然味見してないけど大丈夫かな。本当や、逆に楽しみやな。間違えたらなんか塩とか足してパセリも振っとこう。はい、完成。パスタ、パスタ、今日はパスタ早茹で3分。そう、ちょっと高いけど買っちゃった。これ3分がどんなもんか気になるもんな。気になる。逆にこの3分によって、うん、料理をすごくせかされるかもしれない。いや、そうなんよ、めっちゃ急がんな。え、太いな、なんか納豆のように束ねられてるね。わらのやつな。なるほどね、なるほどね。さすがママさんや。今日は塩系のパスタやから、ちょっと多めにお塩入れとくわ。電子レンジパスタ茹で容器。お世話になってます。じゃあ3分茹でよ。これでもあれやね、電子レンジのこれは通常のプラス8分やから11分余裕あるわ。湯がいた後ちょっと炒めるから10分チンするわ。10分チン。じゃあ具材を炒めていこう。オリーブオイルで、ニンニク結構たっぷりに切っちゃった。いこういこう、美味しいもんだって。美味しいよな。あ、鷹の爪入れたい。あ、鷹の爪入れる。あ、入れんでもいいけど、なしでいくか。なしにしよう今日は。忘れてた。じゃあここにベーコンも入れちゃう。ベーコン、うわぁ、はい、朝にベーコンは合うよな。なあ、うわ、鷹の爪も入れなくなってきた急に。ちょっと1本分だけ入れていい。うん、ごめんなさい。ありがとう。グリル野菜。グリル野菜結構たっぷり入って300円ぐらい、いろいろ入ってて使いやすいし買っちゃった。試してみよう。やばい。あ、でもカリカリになってそう。カリカリになってる。入れちゃおう。半分ぐらいかな。おお、この紫色はなんなんやろ。あ、玉ねぎかな。あ、玉ねぎか。ちょっとだけ塩コショウしとこう。コショウ。あ、終わった。じゃあ先にちょっと茹で汁大さじ2。はい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 。え、湯切りして持っていけばいい。うん、お願いします。はい、忙しい忙しい。行く、行っちゃおう。ドドドドドドジーン。どう、なんか固まってんな。あ、やばい、やば、俺のせいや。嘘、うん、なんか固まれ固まれって祈ってたから。じゃあそうやな。なんで茹ですぎた。むっちゃやらかそう。はあ、俺のせいや。レンジで、ん、なんで。さっきプラスで20分追加したから、うん。じゃあそうやわ、責任あるわ。あれなんでやろうね。でもほんとやっぱ3分早茹でやから、もっと短くした方が良かったのかな。うわ、絶対そうやわ。あ、もった。ちょっと何しよう、もった。めっちゃもったりしちゃった。いい、いや、俺はもう全然いい。じゃあ一刻も早くさ、うん、こっからあげよう。あげよう。盛り付けてこ。おお、なんかカルボナーラみたい。盛り付けはめちゃめちゃしやすいよ。お野菜も乗せとこ。お野菜も乗せよ。モンブランみたいね。カラフルですよ。カラフルやね。後で点数聞こうかなって。おー、
めっちゃ美味しそう。優しい。お化けみたいになっちゃった。絶対良くない時の感想だそれ。お化け？ハロウィンしよう。あ、去年のハロウィン作った感じもこんな良くない。あれは目指してあれやから言う。これ意図してなくて。お化けパスタ。お化けパスタ。ちょっとオリーブオイルかけとこ。で、ブラックペッパー。ちょっと高さ出しとこ。高いな。え、なんでなんで。はい、完成。いただきます。どれどれ。今日はごめん、先謝っとくわ。こっからは自分でなん、おのおのなんとかしよう。なんか初めて聞いたけど。こっからおのおのなんとかしよう。どうやろうね。うん、後半、後半の小麦粉か。あー、なるほどね。でもほんとパスタの茹で時間だけやね、間違えたの。味付け良くない？だってうん、味付けはいい感じだな。うん、あ、でも全然、給食のソフト麺とか大好きやったから。あ、そうなんや。うん、全然いいよ。じゃあいけるか。うん、全然いける、本当に。うん、スープ美味しい。卵潰して食べて。うん、黄身いい感じ。卵いいな。茄子どうやろ、味薄いんかな。そや、味見してなかったよ。味見してないからちょっと食べてみよう。うん、うん、ベスト。いいいいいい、味の濃さベストやね。美味しいな、やっぱなんかしっかりしたナスって感じ。これ見つけたら買っちゃいそう。本当にいろんなのあるんじゃない、ゼブラナス以外でも。その動物の名前がついたナス、うん、あー、ありそう。だってトマトとかもめっちゃ品種あるからな。スイカとかもブラックジャックとかあるもんな、確か。あ、そう。うん、かっこいい。ブラックジャック、傷だらけってこと。怪しい。いや、そっちじゃない。うん、そっちじゃないもん。いいやけど。ただ黒いだけ。でもほんとゼブラナスいけるんやったら、ゼブラキュウリとか、なんか全部ゼブラの品種作れそうじゃない、うん、いけそう。タイガーキュウリとかね。どんなこういう、キバみたいな。キバ型こういうやつ。ちょいちょい見るけどな。普通にだいぶ安くで売られてるけど。でもほんと名前変えるだけで一気に売れそうやけどな、うん、野菜。うん、ありそう。だからキリンゴボウとかね、首長いみたいなこうかけてさ、いけそうじゃない。いけそう。子供は騙せる。うん、子供騙してこ。どんどん子供騙してこ。傘にもなるブロッコリー、子供騙してこ。意外と賢いからな、子供って。傘にもなるブロッコリー欲しいけど。ティラノサウルスの化石の横で実ったリンゴとかさ。何の話今。マジで無駄な時間だよ。何でも開発する予定ないのにさ。無駄会議。これマジで無駄よ。大人8人集まってたらマジで無駄よ。8人で、え、これどうですか、これどうですかって言って、え、これ何の話さ。売る予定もないのに。でも料理失敗したらさ、へこむの。うん、なんで。もし一人で食べてたら全然へこまんないけど、うん、入ればいいから。なんかこれを食べさせるのが申し訳ない。あ、それなん聞いてなかった、点数。うん、パスタ何点。パスタはね、40点。40点、100点満点中40点。結構低めよね。うん、俺は100点満点中180点。あ、まあ、いつも味分かってるんかな。逆に20歳超えてから食べたパスタの中で一番美味しかった。絶対そんなことないよ。それはもう悪口やで。遠回しな。ごちそうさまでした。